今日は2021年度個人株主増加数ランキング第3位のキリンホールディングスの株価見通し解説がテーマです。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。第4位だった日本郵政に続けて2021年度個人株主増加数ランキングにランクインした銘柄の株価見通し解説をお届けしていきます。いよいよトップ3の発表ということになりますけれども、ランキング第3位はキリンホールディングスです。キリンビールやキリンレモンなどでおなじみのキリンホールディングスではあるんですけれども、最近ではプラズマ乳酸菌というのがテレビなどで取り上げられていまして、話題にもなっています。そんなキリンホールディングスなんですけれども、去年は年明けから株価が下落し続けまして、底値圏では 30% 近く下落するという場面もありました。株価が下落していく中で配当利回りが 3% 超えの高配当株になっていたことと、自社商品詰め合わせなどの株主優待もありということで、個人株主が増えていったと思われます。昨年僕も購入した銘柄でもあるんですけれども、そんなキリンホールディングスの株価の動向はいかに、詳しく解説していきます。今日はこちらの流れに沿ってお話を進めていきます。まずはキリンホールディングスのビジネスモデルを紹介します。キリンホールディングスは1885年に設立されたジャパンブルワニーカンパニーの事業を引き継いで、キリンビール株式会社として設立されました。当時からドイツ人醸造自身によるドイツ産原料を用いたビール醸造を行ったキリンビールは、本格的なドイツ風ビールとして市場から高い評価を受けていました。1928年には当時は珍しかった炭酸飲料であるキリンレモンを発売しています。1950年代半ばから日本が高度経済成長期に突入すると、ビール需要は1956年から1964年にかけて年平均成長率 20.6% という驚異的な成長を遂げていきます。キリンは1960年にキリン缶ビールを発売すると、1966年には日本国内のビール生産量の 50% を超えるなど、市場が大きく拡大していく中で長らく国内ビール売上首位を保持していくことになります。1980年代に入ってビール市場の成熟化が顕著になると、長期ビジョンを策定して過度にビール事業に依存している企業構造をバランスの取れたものに改めて、収益力の高い企業を目指す方向に転換します。これをきっかけに医療液とヘルスサイエンス領域に進出します。1989年にはキリンビールをキリンラガービールに名称変更、1990年にはキリン一番搾り生ビールを発売するなど、次々に新しい商品を展開していきます。1991年には清涼飲料水部門を分割してキリンビバレッジを設立、1998年には発泡酒であるキリン淡麗生を発売します。2000年以降も氷結や淡麗グリーンラベル、世界初のノンアルコールビールであるキリンフリーを発売するなど、消費者のニーズに合わせた画期的な商品を開発販売しています。2000年代は M&A を積極化していくことで、医療液では共和発酵工業との合併を果たして共和発酵キリンが誕生します。さらに海外展開としてオーストラリア、ブラジルなどにも進出を果たします。2019年にはファンケルと資本提携してライフサイエンス領域を強化しています。現在は持ち株会社化しておりまして、傘下にはキリンビールをはじめ、ワインのメルシャン、清涼飲料のキリンビバレッジ、乳製品の小祝乳業、医薬品の共和キリンなどがあります。そしてキリンホールディングスの業績の足かせとなっていたミャンマー事業なんですけども、今年6月に株式を売却して撤退が完了しました。2015年にミャンマーのビール最大手だったミャンマーブルワリーを5億6000万ドルで買収して市場に参入していました。2020年12月期にはキリンホールディングスの事業利益の約1割を稼ぐ事業となって順調に思われました。事態が悪化するきっかけになったのは、昨年2月に発生した軍事クーデターの勃発です。ミャンマーブルワリーにはミャンマーの国軍系企業である MEHL が 49% 出資していました。ミャンマーブルワリーから配当金が MEHL を通じてミャンマー国軍へと流れているといった指摘がありまして、国軍への反発が大きい現地では市民らによる不買運動につながりました。これによって2021年12月期に680億円の減損損失を計上する事態にまで発展します。結果的には今まで得てきた配当金などを勘案しても、買収額の3分の1程度は回収の目処が立たないまま撤退したこととなります。キリンホールディングスにとってはミャンマー撤退によってブラジルに次いで2度目の海外事業の失敗ということになります。キリンのライバルであるアサヒグループホールディングスとの収益力の差は海外事業です。アサヒグループホールディングスの売上高に占める海外比率は 45.5% に対して、キリンホールディングスは 35.9% にとどまっています。飲料事業で大きな成長を目指すには、市場拡大が見込める新興国など海外への進出がポイントとなりそうです。続いてキリンホールディングスの直近の決算内容を解説します。2022年12月期第3クォーターの決算発表なんですけども、売上収益は1兆4571億5400万円、前年同期比 9.8% 増、事業利益は1351億5500万円、
前年同期比 116.5% 増、純利益は1290億5900万円、前年同期比 150% 増となっています。1・9月期としては3年ぶりの増収増益の決算となりました。純利益は前年同期比 2.5 倍となっているんですけども、中国の飲料メーカーとの清涼飲料合弁会社の持ち分売却で約480億円を計上しています。さらにミャンマー事業に関する減損損失の戻り入れなどが寄与しています。キリンビールは原材料や燃料コストが高騰したんですけども、販売数量の増加でカバーして増収増益となっています。コロナ禍に伴う行動制限がなくなったことで業務用のビールが回復、10月の値上げ前に書き込み需要が発生したことも追い風となった模様です。一方、キリンビバレッジは清涼飲料の利益率が低いことからコストを吸収できずに増収減益となりました。アメリカのコークノースイースト、オーストラリアのライオンは円安効果も加わって好調な決算内容となっています。共和キリンは骨の希少疾患の治療薬クリースビータの販売が北米を中心に好調で、円安も収益を押し上げています。通期の業績見通しについては前回予想を据え置いています。原材料などのコスト増については積み上げた収益改善策でカバーする方針です。続いてキリンホールディングスの株価見通しをお伝えします。まずはここ10年間のチャートを見ていただきたいんですけども、株価は2018年をピークに右肩下がりのトレンドになっていました。背景には2018年12月期以降の業績が振るわなかったことが挙げられます。その後もコロナショックや長引くコロナ禍の影響に加えてミャンマー事業の損失も重なって、昨年後半から今年の前半についてはコロナショック時を下回るような水準にまで下落していました。今年の後半に入ってきますと、ミャンマー事業の撤退ですとかコロナ禍からのリオープン期待で株価は上昇しまして、現時点では2200円を挟んだ狭いレンジでのボックス圏での動きが続いています。キリンホールディングスの本日の割値は2175円50銭で、年間配当金は65円を予定しています。よって年間配当利回りは 2.9% となります。キリンホールディングスに投資する魅力としてこちらの株主優待制度があります。優待品リストからの選択制となっています。僕はこちらのキリンビールギフトをもらったんですけども、その他にもキリンビバレッジの商品の詰め合わせですとか機能性表示食品などがあります。100株で1000円相当、1000株で3000円相当の商品が受け取れます。昨年8月にもキリンホールディングスの株価見通し解説の授業をお届けしているんですけれども、ちょうどこのあたりの頃ですね、この時はバリエーションなどを考慮しますとコロナショック時などにつけている1800円台というのが下値の目処なので、押し目買いを検討しておきたいところとお伝えしていました。昨年後半に大きく下げたタイミングで、宣言通りですね、僕もここで、購入したわけなんですけれども、当時のこの1800円割れというのはさすがに下げすぎ感があったようにも思います。業績の推移を見ますと今期は大幅回復を遂げているんですけども、円安効果や海外事業の売却益など特別な要因を追い風にした部分が大きいと思います。本格的な業績の回復はまだ時間がかかるかもしれません。直近の動きを見てみますと、決算発表翌日翌々日というのは結構ブレてまして、軟調な動きとなったんですけども、決算にサプライズがなく想定通りの内容だったということで、逆に大きな動きはないようにも思います。足元ではコロナ第8波ですとか値上げ後の反動というのが気になるところではあるんですけども、ミャンマー事業の不安が払拭された分これ以上悪くはならないのではと思います。一方で上値の目処としましても、業績を踏まえてもコロナショック前の水準まで戻すのがやっとという状況だと思います。しばらくは今年後半推移してきたこの2200円前後、ここでの動きが続くと予想します。ただコロナ第8波の話題がマスコミなどでクローズアップされるようになりますと、再び飲食店や宴会など業務用の需要が落ちる可能性が出てきますので、一時的に2000円前後、このあたりまで下落する展開も予想されます。その際は絶好の押し目買いのチャンスと言えそうです。続いてキリンホールディングスの今後の懸念材料についてお話します。まずはコロナ第8波への懸念です。例年であれば年末年始は忘新年会などアルコール類の特需があるシーズンです。しかしコロナ禍に入った2020年以降は政府による行動自粛などで売り上げを伸ばせませんでした。今年は全国旅行支援やインバウンドの再開なども踏まえて、これまでとは異なって特需の復活に期待がかかっています。その期待感が剥落することがないことを祈りたいところです。もう一つが非ビール分野の成長です。キリンホールディングスがヘルスサイエンス事業に手掛けた独自素材にプラズマ乳酸菌があります。この乳酸菌を使った機能性表示食品やサプリメントをイミューズというブランド名で展開しています。
現在キリンホールディングスではプラズマ乳酸菌を新しい事業の柱にするため注力しています。キリンビールだけでは成長力に乏しく、非ビール分野の育成が必要と思われます。収益の多角化を実現するためにもプラズマ乳酸菌が社会に受けられるかどうかがポイントと言えそうです。今日のまとめということなんですけども、キリンホールディングスは株価が下落していく過程で配当利回りが 3% 超えの高配当株の部類になってきたことと、キリンビールなど株主優待が受け取れるということで断続的に押し目買いが入って個人株主が増えたと思われます。ミャンマー事業の撤退によって先行き不安は解消されたものの、コロナ禍からの本格的な業績の回復にはまだ至っていません。そのため株価は現在の2200円前後の推移が続いていくと予想します。配当利回りが 3% 超えとなって、再び高配当株の部類となってくる2000円前後、このあたりまで押してくる場面があれば押し目買いを検討しておきたい銘柄だと思います。今日は2021年の個人株主増加数ランキング第3位のキリンホールディングスの株価見通しについてお話しさせていただきました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。